合気道の創始者上芝盛平が晩年に到達した思考の境地を受け継いだ2代目上芝吉祥丸に長年薫陶を受けた現代のレジェンド高垣師範が伝える合気道の真髄。これはその貴重なメッセージを私たち万民に提示してくれる映像である。合気が戦う手段あらず、和に誘う究極の対決、そして哲学なのである。愛気は愛なりとの教えなので、どういうふうにすれば愛の表現ができるんだろうなと思ってやってます。言うは易く、いざという時に崩壊してしまうのが思考の境地だ。いかに虚勢を張っても心中深くに残る恐れが現れ、思わず戦う思考に陥ってしまう。これを防ぎ、不動心を保ち、リラックスした心境を揺るがさぬためには、心の強さを養う日常のたゆまぬ心がけが必要なのである。原点回帰。真の愛気とは、柔らかな心、そして